こうやってグッともう押し込む、そうそうそう、あの隙間へねじ込む感じで伸ばしてる。そうです。おっ、いいっすね、いいっすね、そういう感じです。この辺がめっちゃいい感じ。ちょっとなんか俺の時はいいっすねって全く言われなかったよ。いいですね、全然なんか違うじゃないですか、手つきも。えほら、この辺にベチャッと乗っけてシュッて伸ばす感じで、それを持っていく感じで、あ、OK。 ほらゴリ君は言われたらその通りにできるんだねどっかのバカと大違いだね全然違うじゃんもう大輔さん作られたキャラ、作れ、いやいや、普通真面目にやってます。できないふりをしてるんでしょうん、そういうことにしとこうかこれね、大輔さんの前でやるとショック受けるからあれだけどね、ゴリさん、こそっといないうちに修正してあげてるこの優しさ、ね、本人は知らないんだろうなね。あ、今日はちゃんとマスクをしようと、自己責任でマスクしろアホっていっぱい書かれるからねまあね、自己責任で、はい、で、午後は削ってサフまで行きましょう、今日中に。はい、色まではとても行けないんで、サフまで行って終わり。真面目にやったバージョンですから、あのちゃんと縦薄めで下が透ける。あ、これあれですね、お仕事ですね。ちゃんとしたお金もらう、これお仕事、お仕事ですね。ちゃんとしたお金もらうバージョンって言っても大輔さんからももらってるんだけどね、サベーター。そうです、これちゃんとバージョンで、ちょうど今からゴリさんにもランクでやってもらうので、ね、説明がてら、はい、まず1回目は、まあ、ほこり取りますけどね、1回目はパラパラっと、こうやってパラパラっとで乾かして、これ1段2段ってあって、1段目だけやったらエアしか出ない、表面のツヤがなくなるぐらいまで乾かしてもらって、で2回目、乾かして、の繰り返しで、まあ、3、4回で塗り終わるぐらいの感じで、サフは垂らすと結構研ぐのめんどくさいんで、できるだけ流さないようにやったってください。よし、ならお願いします。いいかな。いいですよ。
これを乾かすんだよ。これをね、もうパラパラっとして乾かす。これね、これ外にもうね、こうやっていっぱいダマみたいについてるのはね、下手な証拠。あれ全然新聞してあるけど飛ばないよ。シャンゴリが南アメリカを剥がす瞬間をもう職人ですよ。もうだから剥がすのやめようって言ったのに。だって白いままつけといてもさ、うん、だってめっちゃ頑張ってますよ。もう俺はもう塗るしかないですよ。塗るしか。もう剥がしたらやっぱ予想通りでしたね。再塗装ですね。ゴリさん様々ですよ。ほんとね、今日ゴリ君いなかったらこれ全くできなかったってことだからね。ほら、もう黒だ。これ反対側次回ね、タカポンがやりますから。で、反対側ちょっと状態がいいから、うん、多分反対側簡単じゃないかって言うかもしれないね。ゴリさん切れていいっすよ。ステッカーをゴリ先輩が一生懸命剥がしてくれたんですけど、まあ、剥がした結果これは
要素そうですね。だから言ったんだってそのままにするわけにいかないじゃん。まあこれはもう次回ここを削ってサプ入れてっていう感じになる。最初2回でやろうかなと思って。無理っす。まあ最低3回、3回4回ぐらいかかりそうということですね。まだ剥がしきってないからこの辺とか、反対側もあるんで、まあこう剥がしてもうほぼ横は全部板金して塗る感じに。いらないと思うねってわけじゃん普通はね、こっち塗るんだけど ね下げてるとかって言って横がないということで、そうよ、まあ、もう塗るんで綺麗、完璧に綺麗になっちゃうね。はい、ということで、まあ、まだ3、4回続くでしょうということで、次回よろしくお願いします。ナックル綺麗になるまで頑張りましょう。おありがとうございました。バイバイ。お疲れ様です。